一昨日京都と試合して昨日帰ってきたんですけど、昨日の午前中に沖縄に帰ってきて、昨日今日練習なくて休みっていうカウントです。今日も休みなんですけど、これから郵便ポストに琉球のマスコットジンベーニョがプリント、まあマスコットが乗る、まあそんなイベントにちょっと出てきます。まあ街にSC 琉球ってわかる、こう目に見えるものがこうどんどん増えていくと、まあ僕らも嬉しいし、街の人にもFC 琉球を目にする機会が増えて、まあ試合に来てもらったりだとか応援してもらう、こうきっかけにもなるかもしれないんで、すごい嬉しいことですね、選手としても。よし。FC 琉球ホームタウン10周年記念ラッピングポスト除幕式およびジェンペーニョフレーム切手セット贈呈式を始めます。フレーム切手の贈呈を行います。3、2、1、0。トラッカーの皆さん、ありがとうございました。それでは最後に、まずはご登壇者の昔から応援していただいている方々に、どうぞ。まずはご登壇者の皆様、トップを中心に先ほどと同じようにお並びくださいませ。終わりました。ビビるほど暑かったんですけど、マスコットキャラクターとか大丈夫かなと思ってめっちゃ心配でした。中入ってる人倒れないかなと思って、日本郵便の方たちもすごい良くしていただいて、楽しく参加することができました。ありがとうございます。鍋作りたいと思います。わざわざ鍋の素とか買わなくていいように、超簡単にキムチ鍋を作ります。僕毎回この作り方でやってるので、ぜひやってみてください。カンパチのカルパッチョを作ります。水にさらします。5分ぐらい。ブロッコリースプラウト根元切ります。変な形で残ってる人参まずごま油、豚肉を炒めていきます。肉を揚げます。水入れます。からスープを入れます。
人参。お肉戻します。冷凍して、あ、だ、巻いて、うわ、入れすぎた。あ、違う、えのき。あ、入れすぎたな。あと味噌。白菜めっちゃ高いんで、キムチと、まあ、中華スープの素ぐらいあれば、あと味噌かがあればスープができるから、こっちの方が多分安く収まると思うんですけど、僕はこれでずっとやってます。